おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、モンスト公式のチャンネルから上がってる使ってみた動画ありますよね。その使ってみた動画の高評価や低評価の数に着目してみると、動画に対しての評価というよりかはそのキャラの性能だったりイラストに対しての評価になってる感じがしますよね。ということで今回は公式の使ってみた動画から導く重心化のユーザー満足度ランキングトップ10を紹介していこうかなと思います。今回のルールはこちらです。対象となるのは動画が見つからなかったエヴァ重心化を除く重心化キャラの使ってみた動画全てになります。今回は高評価と低評価の数をもとに高評価率を求めて、その高評価率をユーザーの満足度として計算しました。一部2体紹介の動画はそのまま採用してます。データの集計日は2月6日、そしてワルプルギスとサキパスに関しては2月10日の集計となってます。まずは第10位ですね。高評価率が 85.7%、 対抗棒です。5周年放送で重心化が発表された1体ですね。ランページレーザーと貫通ロックオン衝撃波の威力の出せる友情コンボ、そして優秀な4つのアビリティの持ち主ということで評価が結構上がったんじゃないかなと思います。あとは使ってみた動画で紹介されていた威力の高い SS も一つの要因かなと思います。自分のボックスではずっと釣りしかしてなかったんですけど、最近は割と玉露の波会とかでよく使うようになりましたね。はい、ということで第9位ですね。高評価率が 86.2%、 サタンです。チャチャゴッホダンテの価値を一気に下げるほどエデンをぶっ壊した張本人ですね。当時はエデンだけでめちゃくちゃ強いキャラとされてたんですけど、4つのキラープラス8ターンのオールアンチで予想以上に出番の多いキャラとなりましたね。で次ですね、8位です。高評価率が 86.5%、 サキパスです。オセロやリコルを彷彿とさせる8ターンの張り付き SS、 そして共有所持ちということでめちゃくちゃ強いキャラとなりましたね。攻撃型の爆破拡散と中距離拡散、さらにアジンキラーを素浴びに持っており、アジン相手だと、まあ、鬼に金棒状態になりますね。無事首の方も修正されて可愛らしいイラストになったことも相まってこの高順位へと上がったのかなと思います。そして次第7位ですね。高評価率が 86.57%、ナナミ&エクリプスです。終身名誉倉庫版だったエクリプスさんが超強化されたことで高評価率が上がったんじゃないかなと思います。かなり高火力のダメオドンの情報が解禁されたことも大きな要因かなと思います。まあ、ナナミは順当に性能が上がっただけって感じですかね。まあ、といってもこの順位に来てるのは割と謎なんですけど、まあ、それだけダメオドンのインパクトが強かったのかなと思います。そして前半最後の第6位ですね。高評価率が 87.4%、 ジュリエットです。まあ、出た当初から化け物と呼ばれてましたね。このキャラは攻撃型なのに攻撃力が3万3000を超え超ダメ持ちというかなりやっちゃってるキャラの一体じゃないかなと思います。友情ステータス SS どれ取っても割と隙のない限定キャラ並みの性能を持ったため満足度もかなり上がったんじゃないかなと思います。登場から1年経った今でもまだまだ現役のキャラですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、前半の5体を紹介したんですけど、また今度ね、後半の5体、1位から5位をね紹介していこうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。